日高亮は、大分県佐伯市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。大分県佐伯市立色風小学校では5年生から、色ぐ少年野球クラブで投手として、野球を始めた。佐伯市立ヨノーズ中学校時代は、軟式野球部に所属した。日本分離大復興では1年の秋から、ベンチ入りを果たし、 二年秋の県南リーグではノーヒットノーランを記録した。2008年は34年ぶりに大分県大会で優勝したが、九州大会では初戦敗退。大分大会では初戦の2回戦で大分高校に初回の3安打でに失点したものの2回以降無安打13、脱三振の投球を見せて最速時速144キロメートルも記録した。 チームは次の3回戦で敗退し、甲子園出場は叶わなかった。2008年度ドラフト会議にて東京をヤクルトスワローズから4位指名を受け、契約金3500万円、年俸480万円で入団。2009年は2軍で過ごした。5月14日のイースタンリーグ対、読売ジャイアンツ戦で6回2点ビハインドから2番手として、 二軍公式戦に初登板し、一回を無失点に抑えた。七月七日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で二軍初先発を果たした。九月十四日の対楽天戦で二軍初勝利を挙げた。中継ぎ九試合で防御率1.88、ホイップ1.19、先発は三試合いずれも三回までに降板し、三試合で八回を、 投げ防御率16.88だった。2010年も一軍登板がないまま終わった。開幕から二軍公式戦に出場していたが、5月9日を最後に長期欠場。左肘の骨髄浮腫に悩まされた。8月4日のイースタンリーグ対埼玉西武ライオンズ戦に2番手で登板して、実戦復帰を果たした。 この年の2軍戦はすべてリリーフの登板で故障前の成績は10試合で防御率4.40ホイップ1.47故障明けの11試合は防御率11.12ホイップ1.85だった10月12日の宮崎フェニックスリーグ対中日ドラゴンズ戦で2番手で7回2点リードから登板し CS の調整で出場した和田和弘 森野正彦ら主力相手に3回1失点と、高投し注目された。2011年、春季キャンプでは、浦添市の一軍キャンプに招集され、オープン戦で結果は出なかったが開幕1軍となった。4月12日の対読売ジャイアンツ戦で8回4点ビハインドから3番手として、プロ初登板を果たし、 先頭の坂本隼人から空振り三振を奪ったが、2安打1死球で1死満塁として迎えた高橋義信のファーストゴロを、女子ホワイトセルが、フィルダースチョイスして1失点、続く長野久吉のライト前2点タイムリーヒットで途中、降板となった。変わった橋本義孝が、併殺に抑えたことで、デビュー戦成績は0回1、3を投げ3安打1死球3失点だった。 4月15日の対横浜ベイスターズ戦で8回1点リード、西一二塁のホールド機械から4番手で登板し、迎えた金城達彦にシンカーを左中間へ運ばれ、逆転のスリーランホームランで救援失敗しチームは開幕3連敗となった。4月23日に2軍へ降格した。2軍では6月まで防御率6.00と苦しんだが、7月以降は2試合の 先発を含めて、防御率2.84と好調だったため、9月9日に1軍へ昇格。9月10日の対阪神タイガースで6回4点リード、1C12 類から3番手で登板し、代打、加野圭介を空振り三振、小宮山真嗣をセカンドゴロに打ち取り、プロ入り初ホールドを記録した。9月27日に本拠地。 明治神宮野球場で行われた大半新戦で5回1点ビハインドから2番手で登板し、3番からの打線に走者を3塁に進めながらも無失点で切り抜け、6回を三者凡退に抑えると、同裏に代打、川島慶三の同点タイムリー安打、川端慎吾の満塁本塁打による5点の援護で、プロ入り初勝利を手にした。 初の3連投となる10月3日の対横浜戦では5回、同点にし1三塁から登板し、内藤優太をセカンドゴロに抑え、6回に2点の援護をもらい、シーズン2勝目を挙げた。1軍では主に金差のビハインドからのワンポイントリリーフとして起用された。CS はファーストステージの第1戦、第2戦でベンチ入りを果たしたが、 登板機会がなく10月31日に抹消された。2012年は、開幕から、レギュラーシーズン終了まで一軍に在籍し、主に同点や金差ビハインドから登板する、中継ぎとして、チーム最多66試合に登板し、3勝15、ホールドを上げ、防御率2.98と、自己記録を更新した。走者がいる場面からの登板が24試合と多く、 39人の走者を背負って生還させたのは7人だった。4月4日の大半新戦で8回1点リード無し、13塁から投板し、走者の2等で1死に3塁とすると俊介にスクイズを決められ、同点に追いつかれるなど、4月前半は僅差の場面で4度救援失敗と不調だったが、4月19日の大半新戦で8回1点から、クリーンナップの鳥谷隆 新井高弘、クレーグ・ブラゼルを3連続の空振り三振に抑えたのを境に、4月22日から3試合連続ホールドを記録するなど調子を上げ、10試合連続無失点を達成して一軍に定着した。5月19日の対オリックス・バファローズ戦で延長11回同点から登板し、2者凡退後に、リオハルに敬遠気味の支給を出したところで、降板させられ、変わった。 マスブチリュウギが、走者一層の二塁打を打たれたため自身の連続、無失点も止まり、プロ入り初黒星を起死した。7月11日対横浜 DNA ベイスターズ、戦で3点ビハインド 1C1 塁から登板し2社を、打ち取り、5点の援護で、シーズン1勝目を手にすると、続く7月12日からは再び3連続ホールドを、記録した。 7月9日時点では35投板で防御率1.63と新人王候補に上がっていた。7月の後半から調子を崩したことで8月は主にビハインドからの投板となった。9月6日の対横浜戦では6回同点にし、13塁から投板してフライに打ち取り6回を切り抜け、2点の援護をもらって7回も無失点に抑えたところでコーウコールドとなり、 シーズン2勝目を挙げた。9月28日の大阪新戦では八回同点から登板して三者凡退に抑え、三点の援護により、自身初となるシーズン3勝目を挙げた。クライマックスシリーズファーストステージでは、唯一10月13日第一戦に7回2点ビハインドから登板したが、先頭からに安打一死球で、虫満塁とし一アウトも取れないまま降板させられ、変わった。 松岡健一が奏者をすべて生還させ3失点となった。同年は3連投以上が5度、6月20日から7月1日までは9連投、5試合間を明けて7月8日から7月14日まで5連投と告示された。なお、チーフ県投手コーチは荒木大輔監督は小川敦淳だった。2013年は開幕を一軍で迎え、3月29日の 大半身戦で6回1点ビハインド西、12類から登板して、ゴロで切り抜け、7回は2安打で西12類とした、ところで降板させられ、変わった、松岡健一に奏者を返されに失点となった。4月5日の大横浜 DNA 戦では6回同点から、登板し、西2類としたところで、アレックス・ラミレスに死球を出すと降板させられ、変わった、藤田太陽が勝ち越しだを打たれて、 4月6日に、左肘痛のために軍へ降格、1軍当板は2試合に終わった。4月11日群馬県立林市内の病院で、精密検査を受け、軽度の左肘靱帯損傷と診断された。6月5日のイースタンリーグチャレンジマッチの、対読み売り戦で、フューチャーズの一員として登板し、実戦復帰した。 6月15日に二軍公式戦にも復帰し、以降9月24日まで23試合に登板した。宮崎フェニックスリーグでは再び先発に挑戦し、2試合10イニングを投げ3失点だった。2014年は、クリスカー・ペンターの左膝負傷により4月23日に一軍へ昇格、4月24日の対、広島東洋カープ戦で7回3点ビハインド1し、 一三塁から投板し、広瀬淳に、義比、四球を挟み小久保哲也にスリーランホームランを浴び4点を、失い交番。5月5日に抹消され、この1試合が東京ヤクルトスワローズでの最後の1、軍登板となった。イースタンリーグでは3試合に先発し19回1、3を投げ防御率3.26、中継ぎは16試合に登板し、防御率3.28、 ホイップ1.30の成績だった。2014年7月20日に、荒垣渚、さ、山中博士との交換トレードで、川島慶三と共に福岡ソフトバンクホークスへ移籍。背番号は40。7月25日に福岡や福岡、ドームで行われたウエスタンリーグの対オリックス戦で移籍後初出場し、7回から2インニングを投げ4者連続三振と高騰し、 無失点に抑えた。8月15日に一軍へ初昇格し、同日の対オリックス戦で8回5点ベハインドから遺跡後初登板を果たし、先頭死休から一死二塁として迎えた平野圭一のセカンドゴロを赤石武氏が攻撃してタイムリーエラーとなり一失点。続く足立良一の強烈な打球を赤石が今度は候補したが、自身がボークを取られ一死二塁から、 仕切り直しとなり、レフト前へアンダサル13塁、糸井義雄のセカンドゴロ間に2点目を奪われ、1回を投げに失点という結果だった。試合後に2軍降格が決まり、1軍出場は1試合に終わった。ウエスタンリーグでは、中継ぎで10試合に登板し、防御率1.46、ホイップ0.97を残した。2015年は1軍公式戦への登板機会が、 なく、10月4日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日には、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに参加。1支給を与えたものの、打者3人を無失点に抑えた。2016年からは、九州三菱自動車公式野球部でプレーを、続けるという話もあったが、入部しなかった。球の出所がく、 バランスの良いフォームで小さめのテイクバックを取り柔らかい腕の振りから角度があり切れ味抜群の平均球速約時速 139km 最速時速 145km のストレートにカーブを織り混ぜて緩急を効かせつつ追い込むとスライダー、フォークボール、出立三振を量産する左腕将来性が期待されている他の球種はチェンジアップ、シュートがある マウンド上で調子が表情に出やすいタイプだったと高校時代の監督川本啓生が述べている。プロ入り前は遠投110メートルで50メートル走のタイムは6秒5だった。学生時代は漁師の父が家事を取る日清丸に乗船して海流の激しい文後水道で漁を手伝い足腰を鍛えた。プロ指名後の会見での目標とする選手は工藤君康。 大分県出身の選手では内川誠一を挙げた。少年時代はホークスファンで小学生の頃に福岡ドームの外野席で観戦していた。ありがとうございます。